そうですよね。こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。今日のテーマは、自分にとって一番大事な活動は何か、それを見つける方法を紹介したいと思います。いきなりですけど皆さんに質問です。1年後、死にます。1年後、あなたは死にます。余命1年宣告されました。でも体はピンピン元気です。死ぬ前日まで元気です。じゃああなたはどんな仕事をしますか。その1年間どんな働きをしますかという問いです。考えてください。どうですか、1年間、この1年間自分が死ぬことを決まっている、いろんな仕事、いろんなことをやっている、その中でたった一つにしましょう、たった一つこれをやるっていうことを決めるとしたら、それは一体何ですか、たった一つ、はい、っていう問いをね、このコロナショックで僕はね毎日考えてました、この2週間。どうなるか分かんないじゃないですか。もしかしたら会社が潰れるかもしれへん、学校が潰れちゃうかもしれへん。その中で自分が本当にやりたいことを、まあゼロベース、この学校をどうやって伸ばしていくのか、学校をどうやって育てていくのかっていうことを切り離して、自分が本当にやりたいことって、やるべきことって何なんだろうっていうことを、この2週間ずっと考えてました。はい。その中で僕がやりたいことっていうのが見えたんですよ。たったの一つにするとしたら、で僕はいろんなことをやってる、大きく言えば教育をやってるんですよ。で教育っていうのは大きいじゃないですか。もっと言えばライフスキル、非認知能力を高める教育をやってる。そのためにダンスをやったり、バスケをやったり、英語のプログラムを運営したりとかね、部下とかスタッフさんを育てたり、コーチングやったり、カウンセリングやったり、大人向けのセミナーやったり、イベントやったり、いろんな活動、いろんな仕事をやっぱりやってるんですよ。そういう中で、じゃあたった一つですよ、いろんなことをやってる、たった一つこれに絞るとしたらどうなのかっていうことが見えて、それが命に火を灯すこと、これです。あなたの命に火を灯すこと、これがしたいんですよ。なんか皆さんの問題を解決するとか、有益な情報を提供する、これはものすごく大事なことです。大事なことなんです。でもこの仕事ではなくて、僕はあなたが自分が生きているということを、こう、あ、自分って生きてるんだって気づくというか、あ、生きている人間なんだ、自分が好きなことやっていいんだ、やりたいっていうような、自分の命ですよね、命をこう躍動させるというか、命に火を灯すことです。はい。それをやりたいんですよね。だから一言でも分かりやすい言葉で言えば、心を動かすってことです。はい。皆さんの感情を揺さぶるということです。感情を揺さぶることを通じて、皆さんの命に火を灯したい、これが僕がたった一つできるとしたらやりたいことです。感情を揺さぶることで命に火を灯す。この揺さぶるっていうことがね、生きる力だと思ってるんですよ。生きる力とは感情の揺さぶりです。はい。それがものすごく楽しい体験があった、だからもっと知りたい、あれめっちゃおもろいやんこれ、もっと練習したい、あいつめっちゃムカつく、こうならんようにちゃんと言ってやれみたいな。ね、自分が怒るから、自分が楽しいって体験するから、自分が感動するから、自分の心が動くから、次の行動につながるんですよ。その感情っていうのはプラスであってもマイナスであっても、ポジティブであってもネガティブであっても、その人の生きる原動力になるって思ってるんですよ。そう。だから僕はそう考えたら、やることは一つです。この動画、この YouTube で僕が皆さんの問題を解決するっていうような、そんな有益な情報を提供する。もちろんそれも一部でやります。それもやるんですけれども、それ以上にたった一つやれるとしたら、皆さんの心を揺さぶることです。はい。僕がこうやって自分の人生を生きているっていうことを、このカメラの前で、皆さんの前で、あなたに向けて伝えることで、自分の姿を生きている、一人の生きている姿を見せることで、自分が生きてるんだっていうことを思い出させたり、あ、じゃあ自分はどうやって生きよう、あ、自分も自分の本音で自分が生きたいように生きていいんだっていうふうに、このね、命に火を灯したいんですよ。
もうそれやなって思ってて、まあね、やっぱいっぱいあるんですよ。この YouTube でもね、いろんな配信やってるじゃないですか、いろんな人がね。で、やっぱりね、まあ、この自分がどこでポジションを作るのかってことですよ、この YouTube の業界でも。ね、まあ、もうすっごい著名な方がどんどん出てきてますよ、芸能界から。で、すごいプレゼンうまいし、動画の質も音声もものすごくいいんですよ。その土俵で戦っても勝てないし、自分の力が出せないんですよ。そうなれば僕ができることはたったの一つです。僕を表現すること、僕の人生をそのまんま見せるということ、もうそれやなと思って、はい、それをすることで皆さんの心を揺さぶりたい。この揺さぶることができたらもう OK、 それがゴールです。で、さらに言えば、揺さぶってじゃあ何をしたらいいんだっていう具体的な一つの行動、ちっちゃな行動をちょっと紹介してあげる。じゃあその行動に向かって進めるじゃないですか。で、そのちっちゃな行動を示すっていうことをまあやるんですけども、メインはこの揺さぶるってことですね。揺さぶるってこと、どうやったらあなたの心を揺さぶれるのかっていうことをもう真剣に考えて、この YouTube を毎日配信していきたいなと思ってます。はい、この毎日投稿っていうのもね、今はねものすごく楽しいです。今日も5本撮りの今4本目なんですけど、全然疲れへん。なぜか、それは自分のエネルギーをそのまま表現してるからです。はい、なんていうか、この頭だけ使って頭をこねくり回して表現するんじゃなくて、ここから腹の底から湧いてくる自分の命、そのエネルギーを使って表現してるから全然疲れないんですね。全然疲れないし、なんか無理なくやってる感じでしょ。で、その感じが出せると自分の純度 100% のお価値が出せるんですよね。そのレア感って僕言ってるんですけど、生きてるんだっていうレア感を出せるってことですよね。で、やっぱこれからやっぱ AI とかロボットとかどんどん進化していくじゃないですか。どんどん進化していって、人間がやることとロボットがやることっていうのはこう分けられていくと思うんですね。分けられていく。でもそうなった時に、やっぱロボット同士がバスケのスポーツやってるのを見て、じゃあ僕らがそれを見て感動するかって、あんまりしないなと思ってて、もちろんロボットの詳しい人とかロボットの専門の人やったら、あの動きすごいなとか、そういう専門的な面での心の動きはあるんだろうけど、一般的な僕らがそのロボットのスポーツをしてたり、ロボット同士が将棋の対決してても、なんかね、心動かないですよね。心が動かないってことは、自分のなんていうか、生きる活力にならないんですよね。やっぱりその、あれやりたい、これやりたいっていう、その、なんていうか、行動とか習慣とか学びとかが見つかっても、生きる活力がなかったら、行動できないんですよ。そう。だから、多くの本とか、多くのセミナーでいろんなことを学んだとしても、やっぱ行動つながらないと、行動につながらないと、人生変わらないと思ってるんですよ、僕は。だから、やっぱり人生を変えるためには行動することが大事であり。で、行動するためには、心の揺さぶり。ここが大事やなって僕は思ってる。心の揺さぶりがあって、どうしてもそれをやりたい。どうしても解決したい。どうしてもこの状態から抜け出したいっていう、心の揺さぶり。揺さぶりの強さによって行動につながっていくなって思ってて。だから僕の仕事はその行動につなげるための心の揺さぶり、これをやっていきたい。はい、こんな感じです。はい、そうなんですよ。今日はね、たった一つ自分において重要な活動は何なのかっていうことを見つける方法を紹介するってことなんですけど、今は僕はね、たった一つに絞るとしたら、僕はこれをやるってことを紹介します。じゃあこれは何なのか、めっちゃ重要なんですよ。たった一つに絞るってことがめっちゃ重要やと思ってて、そのためにはいろんな役割、いろんな活動を日々やってるわけじゃないですか。それを削らないといけないんですよ。これをパッて手に取って、あ、これはやらんでいい、あ、これはやらんでいい、あ、これはやる、みたいなことを一つ一つやっていく作業なんですよ。その削れば削るほど自分のエネルギーがね、パンって出てくるんですよね。で、自分がやるべきことが明確になるんですよ、使命が。こう削るっていう作業、ものすごく大事やなと思ってます。はい。だからもうこれ、前も言いましたけど、彫刻家なんですよね、彫刻家。彫刻家っていうのは、円柱状の白い石膏を削って削って削ることで作品を表現してるじゃないですか。まさにさ、アイデンティティっていうのもその彫刻と一緒で、アイデンティティカービングっていうふうに、僕の師匠が言ってたんですけど、そうやって、そのまんまやったら何者か分かんないんですよ、白い円柱やったら。で、一つ削ってだけでも分かんないんですよ。それを削って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 、削って削って削って、これでもかって削ったら、うさぎの形がしたり、これでもかって削ったら、車の形がしたりとかね。で、これでもかって削ったら、命に火を灯す仕事をする人ってなったり、これでもかって削ったら、子供の勇気を育むことを仕事にするってことになったり、削ることってすごい大事なんですよね。本当に自分の時間って有限じゃないですか。自分の時間が有限ってなった時に、どこにその時間をデザインして投資するのか。
かっていうことで得られる成果が変わってくるんですよね。でそのどこに配分するかってなった時に自分の中の優先順位ができてないためなんですよ。これはやる、これはやらんっていうこと、これはときめく、これはときめかへん、これは大切にしたい、これは手放していいっていうことを削って削って削っていくことで、極端に言うと一つにまず削ってしまうってことなんですよ。あ、これ100個ぐらいある中で、まあ5個ぐらい捨てようじゃなくて、まずはたった一つの軸まで削る。で、その軸からそれを実現するためには何が大事かなってことを増やしていくってことなんですよ。今100個あるうちを5個ぐらい削ってやろうじゃない。一つにするんですよ。100個ある自分の役割とか仕事とかやってること。一つにして、そこから、じゃあどういうことやろうって発生していく。そうすることで本当に自分が心からやりたいことをできるようになるかなるのかなと思ってます。はい、ということで今日はね、自分において一番重要な活動の見つけ方、そのためには削ることが大事なんですよっていうようなお話をしました。で、そのどうやって削るのかっていうことも、これからね、またこの動画で配信していきたいなっていうふうに思っております。ということで、このチャンネルでは皆さんの、いやあなたの人生とか仕事とか、そして子どもの教育において何かしら力になるような配信をしていきたいなと思っております。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてブチって切る前に、いいねボタンとか押してもらったら僕の心にファッて火がつくんで、よろしくお願いします。こんな感じで、皆さんさよなら、ありがとう。強烈に開くぞ命を。